ちょっと話変わるんですけど、今ボイジャーの方で小さなメディアの必要っていうね、本がありまして、これは実はその伝統的なボイジャーの本でね、はい、これは角海太郎さんという人が書いた本なんですけど、1981年に書かれた本なんですね。でその当時もうすでに絶版品切れだったんですよ、はい、で僕は三軒茶屋かなんかの古本屋で見つけて買ってですね、でその値段を いくらにつけようかっていう話が出た時に、いくらにつけていいのか分かんないから古本屋で買った、ね、値段にしたんですよ。ああ600円だったかな、はい、そのことが今度そのこの小さなメディアの必要のですね、これ頭出ます、立ち読みで、これは iPad 版のなんとかって出てくるんですか。これはあれですね、サファリでやってますね、ええ、ちょっと iPad 版じゃないですか、中身は一緒なんだと思うんですが、こうですね、iPad 版小さなメディアのジョって書いてありますよね。ここになんかないですか、これ、3.51 のフロッピーディスク1枚に収めただけ、したがって原価は限りなくゼロに近い、それでも一応は600円という定価がついていた。後で聞くと値段のつけようがなかったので古本屋がつけた売り値をそのままこの復刻電子本に流用してしまったらしいなって書いてあるんですけど、これは事実なんですよね。だからまあ値段っていうのはだからその非常にその全巻買ったら安くなるっていうのはすごく分かりやすいですよね。前回買ったら安いけど、はい、分かりやすいけど、はい、これが600円なのか300円なのか50円なのかっていうのは、はい、本当に分かんないあれなんですよね。で実は本っていうのはいいねなんですよね。だから字がいっぱい詰まってるから高いというものでもないし、字がスカスカだから安いというものでもない。でこれはもう漫画と字ばっかりの本を比べてみれば明らかで、なんで漫画の方が安いかって言ったら漫画の方が売れるからなんですよね。で実際に出版のコストとか考えてみれば漫画の方が安いわけないじゃないですか。情報量だってずっと多いわけですから、字よりも絵の方が。でも文字だけの本というのは新書で買ってもまあ700円ちょっと、漫画だったら一番新しいのでも410円で買えると。なんでこうなってるかっつったら売れるからなんですよね。はい、まあ講談社の話ちょっと戻ってるんですけど、講談社がその iPhone で漫画を導入するときに、日本経済新聞社っていうの記者の方が来て、電子本の値段はどうするんですかって聞かれたんですね。それで僕はだいたいそのこれは一般論ですけども、本のだいたい半分から6割ぐらいの値段をつけてるのは普通ですって言ったらですね、日本経済の新聞の記事は講談社の漫画本が、大体5割から6割で出るみたいなことの書かれちゃったんですよ。そしたらものすごい怒られちゃってですね、それはちょっと日経の記者の人ひどいですね。いやでもそれ言ったら日経新聞って紙より高いですからね、はい、で怒られちゃってそしたらこの間講談社さんが京極夏彦 の、はい、死ねばいいのにっていうのを、はい、iPad で出したんですね、はい、そしたらですね電子本の値段はいくらなんですかって聞かれたら5割から6割ですって言うんですよね、はい、なんで俺も私は怒られたのかと思って、はい、いやだからだからそういった意味で値段もフレキシブルであるっていうのもで電子書籍の強みだと思います。紙だと一旦値がついたちゃったらその値段でずっと絶版までいっちゃうじゃないですか、はい、だから例えば文庫落ちした場合とかっていうのも元のはまず絶版になりますよね、その場合っていうのは。だから結構絶版がないっていうのはものすごい大きくて進める方も安心感がありまして、はい、私たちインターネットアーカイブっていうのはアメリカ そのデータベースのところと付き合いがあるんですけども、そこがですねこういうことを言ってるんですよね。全世界の 書物っていうのは20% がパブリックドメインだそうですよ。それから 70% ね 70% はアウトオブプリントってから言うんですよ。要するに絶版品切れ、実際にもう刷られていないという本ですね。だからそれだけで 90% インプリントって今現実に流通してる本っていうのは 10% しかないって言うんですね。だからその絶版っていうのは現実的にはものすごい大きな
著作権があって絶版になってる、というのはものすごい大きな 70% 占めてるってことですね。でよく古典を読めとかつって言うじゃないですか。じゃあそういった古典というのは簡単に入手できるようになってるかつったらないんですね、はい、いやだから結構これはもう青空文庫に入ってるんじゃないなと思う、だから思いきやまだ入ってないのとかっていうのも結構ありますし、でも本当にありのままの古典に触れるというのはいいことです。いいことが書いてあるだけではなくて、実際読んでみたら何このクソ本っていうのだっていっぱいあるんですよはい、いやカニ光線なんてひどいですよ。だから今あれが出たらあれですよ、軒先で追っ返されますよ。だからあれはカニ光線という本が売れたんじゃなくて、作者がものすごい悲劇的な死に方をしちゃったんですね。だからそのだから作者に対する思い入れということ、だからテキストじゃなくてコンテクストが売れたんですよ。本当のテキストというのは本当にくだらな、本当にムカつきますね、あれ。だから僕は青空文庫でだから読んだので、だからこの程度で済んでますけれども、だからもしお金貼って読んだ だとしたら絶対もうブログでボロクソに書きますよあれはいやだから古典だからといってそれが素晴らしいとは限らないわけですよ。でもそういったことというのも読まなきゃ分かんないで、読まなきゃ分かんないにもかかわらずそう簡単に読めないんですよね、はい、意外と古典って手に入りにくいものですよ。図書館とかでももうないとかつって結構言われちゃったりしま す、ね、はい、まあ青空文庫は約1万弱、何年でしょう、12年ぐらいやってたのかな、もっとやってるかな。青空文庫って皆さんボイジャーのワンデスクからスタートしたんですよ。そう、実はここにもボイジャーの影とかあるんですよ、ね、最初にね5冊はい、出したんですね確か、はい、最初5冊だったんですよ。それでまあ全然その鳴かず飛ばず、もちろん5冊ぐらいじゃ、それでさっきタイトルの数っていうふうに言われたけども、はい、300ぐらいになってもまだあれでもなんか600ぐらいかな、はい、600ぐらいになったら急にですね、うわってこうアクセスの数が増えたんですね。それでとてもボイジャーのサーバーじゃですね、はい、持ちこたえられないっていうんで、はい、それでまあ出てった、そうしたら出てったことによって青空文化はどん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 大きくなってですね、はい、今はもう本当に日本のこの電子出版語る上においては人たちをなしには語れないと思うんですよね。ですよね、運の十三が読めるのは嬉しいです個人的にとても嬉しいですあれは、はい、中で新見南吉っていう童話作家がいるんですけど、ゴンギツネとかね、はい、僕こう見えても電子出版やってる会社の親父なんですけど電子出版こういうもので本を全部読んだっていうのはそんなに多くないんですよそんなに多くないんですよ。でもその中で僕は青空文庫で随分電子本で本を読みました。芥川龍之介なんて非常に有名な作家ですけど、芥川龍之介の作品って皆さんそんな読んだことありますか。トロッコだとか都市春だとか、はい、教科書にそういうの出てくるのは読んだことあるかもわかんないけど、はい、僕ね下作三昧っていうのを読んだんですよ、はあ、感動しちゃったですね、ちょっと長くなって申し訳ないけど滝沢馬琴っていたんですよ、八犬伝とかね。人が風呂屋に朝から朝風呂かなんか風呂屋に入りに行くとですね、滝沢馬琴なんて大したことねえやろだっていうやつがね、その風呂屋で一生懸命悪口しゃべってるやつがいるんですよ。そういう話なんですね。それでムッとしてですねこう帰ってきて、それでまあ、うまく書くことができないで悶々してんでしょうね。で最後にですね、なんか自分の子供かなんかがダーッと走ってくるんですよね。子供が走ってくる、それでなんかホッとしてまた再び書こうとして向かうなんていうね、もう実に僕は電子本でそれを読みましたね。で実はそれくらいの江戸時代の作家というのは作家業で食ってたんでしょうかね。浮世絵は志賀くは浮世絵で食ってたというのは、まあ、そうですね、はい、何人かですよ、何人か本当にやはりね、はい、何人かで、それでもちろんその非常にその狭い世界ですから、やっぱりこう相当苦労もしてたみたいですよね、はい、